チラミ戦法だな、これな。新たなチラミ戦法。さあ、レート2600超えました。順ちゃんすぎるね。いい感じすぎるよ。ふん、ふん、ふん、ふん。よし。あ！皆さんよければ、高評価、お願いします。とね、このタイミングで行っていくスタイル。ちょっとね、マッチングしなかったね。さあ、セイ君マッチングしていく。で、アルレじゃね、ちょっと止まっちゃうからね。声違いのアルレで行きましょう。さあ、レートが面白いですね、これやっぱりね。モンスター星地獄だから。スカーレット君、よろしくお願いします。悪いフォルダ。やはり、ああ、お断りするのか。おい、ほら。こう、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 こう。はい。ほら、ほら、ほら。この真っ当具合ですね。はい。おお、はい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 、ほら、レート戦の見事がやっぱこれ色レーティングだとすごいよ、ほんとに。ほらほらほら、おお、オッケー、よし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 。モンスターしかいない感じがね、マジでね、プラトド2の醍醐味であるよね。ほい、ほらほらほら。レートがそもそも上がりづらいんで、レートが上がってるイコールモンスターみたいな。うわぁ、さあ、カフェでソダンコラ強い。ほい、ほら。ほい、ほら。カフェでその穴バラは相当強い。ほい、ほら。ほほほほほい。ほら。ほう。はい。ほら。はい、おお、ほら、もう一旦削っておいて、おっと、そして佐藤小丸加藤さんも200円スパチャありがとうございます。はいはい、おら、おお、そしてヌト、ミオさんもこれ、200円スパチャですね、ありがとうございます。おい、おら、相変わらずこのね、ミオはね、おい、おら、俺はいまいち意味は分かってないんですけど、おい、おら、おお、おい、おら、ありがとうございます。おい、おら、ほうほうほう、おら、おい、おら、おお、おら、まあ一応これ TSD フレ今回外してるか。おい、おら、いい、おお、おら、なんでそんなにポイント見えるか。まあ慣れたからだね、これね。おい、おら、おお、はい、おら、おお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 、おら、まあいい、お互いね、これね、お互いというか楽に合わそうではないけど、眠そうな、これあるんです。おい、おら、おお、強く当たんないな、これ全世界パズリーグに潜ってないから。おい、おら、これはテトリスのみのあのリーグに潜ってるんで、だからまあマッチングしないって感じです。おい、おら、おら、おら、おお、おい、おら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 、でしっかりダブルダウンにしておいて、おお、おら、おお、はいはいはい、おら、おお、はい、おら、おっと、そしてキマポンさんが牛乳かな、これ。おい、おら、牛乳のステッカーの150円スパチャありがとうございます。おい、おら、このズレは致命傷になるか、さすがに。おい、おら、一応ギリギリ耐えられるものの、おい、おお、あー、さすがに地理品か、くっそ。キューラートリーやりますよ。さっきね、人いなかったんでね。さあ、潔になっていく。ほいほいほい、ほらほらほら、おお、これはちょっと油断ができないところ。はい、ほら、一旦こっちやっておいて。おい、ほら、とかこれ塩なのか。おい、ほら、おお、ほい、ほら、だいぶ前にも間違えた気がするな。ほら、ほら、もう一回外しておいて穴割るといい。ほら、ほうほうほう、あー、危ねえ。おい、ほら、
で、ミユキャップさんが、これ無言ですね。無言の250円スポチャ、ありがとうございます。おい。おら。おお。おい。これはきついか。おい。おら。かなり展開は苦しいな。危ない、ギリギリ間に合った。ほら、一応耐えたが、あーずれたか、そこ。いいよ、ほら、いや、きついかな、これ。あー、ずれた、もう一回。おい、おら。穴的にはでも悪くない。おい、おら。この穴うまくいかせば逆転は悪い。おい。さっきの穴から掘ったのは偉かったな。オッケー、よし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 、いやー、これ勝てたらデカすぎるだろう。さあ、しっかりと大逆転勝利をもぎ取っていった。あーし、これは DK は、あーし、おっと、辛い炙りの地元、ワシリだ、過去頭文字 T と、ステリーキャット137さんが490円スポチャ、ありがとうございます。よしよし、いや、今のこれ動画化してもいいクラスだね、余裕でな。いや、これはすごい。よし。リプレイ撮ってもよかったね、今の。よし、こういうまあ、やはりね、といったところなんですよね。